RGB とコンポジット映像でのテキスト80桁表示の比較カラーグラフィックスアダプターは1981年に IBM PC 用に販売された IBM のカラーグラフィックスカードで後の標準となった CGA は4つのテキストモードと2つのグラフィックモードの計6つの表示モードを持つ後継の絵がマガ VGA 等は CGA のすべての表示モードを持ち 上位互換である。CGA は1981年のオリジナルの IBM PC 用の最初のグラフィックカードとして登場し、初期にはカラー、グラフィックスアダプターや IBM カラー、グラフィックスモニター、アダプターとも呼ばれた。CGA は 16KB のビデオメモリを備え、IBM5153 などのカラーディスプレイモニターに接続することも、 NTSC 互換のテレビにコンポジット映像出力することもできる。なお、コンポジット映像出力で 80X25.640X200 表示をするとにじみが出る。またコントローラには MDA 同様モトローラ MC6845 を用いている。出力は 15.75kHz、60Hz の TTL レベル GB である。展示五 15kHz 系の RGB 映像信号や 640X200 などの 15kHz で使用される解像度を俗に CGA と呼ぶようにもなった。1984年に発売された IBM PCJR には CGA プラスがシステムボードに搭載された。後継規格の映画、マガ、VGA、SVGA、XGA 等はすべて CGA 上位互換でもある。 CGA は4つのテキストモードと2つのグラフィックモードの計6つの表示モードをサポートする。ビデオモードは BIOS 割り込みで切り替えできる。また CGA プラスは CGA のサブセットに独自のモードを追加したもので以下の表示モードを持つ。CGA のコネクタはでマイナス9である。9ピンの VGA 端子とはピンアサインが異なり互換性はない。 ありがとうございます。